どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーン終了ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。いやまさかでしたね、本当にね。まあ、東京が10月1日からですね解禁されてですね、まあ、この動画撮っているの10月の12日の夜なんですけども、まだね12日ということで、まあ今回ねこんな形で、まあ、休止、まあ、もしくは終了っていう感じですね。まあこちらニュースにもねなっている通り、じゃらんとか一休とか楽天トラベルとかね、まあ、リラックスなどね予約サイトがですね、まあ、一律ではないもののですね、まあ、GoTo トラベルキャンペーンのね中止もしくはまあ終了をね、まあ、発表しているって言った感じになるんですよね。まあ、楽天トラベルに関してはですね、1人1回のみね利用することはねできるって言った形になっておりまして、まだね利用されてない方はですね、これからもね利用することができるわけなんですけども、まあ、利用した方に関してはですね、まあ、利用できなくなるって言った形になっておりまして、ですんでね1人1回ということですんで、まあ、家族でね利用される場合はですね、アカウントをまあ切り替えればね、まあ利用することはね何回か利用できると思うんですけども、まあ、それだけっていったね形になってしまったわけなんですよね。じゃらんとか一休とかねヤフートラベルに関してはですね、まあ、今までね最大1万4000円の補助が受けられてたわけなんですけども、まあ、そちらはですね1人3500円のね割引にねなってしまったっていう感じなんですよね。ではですね、今後 GoTo トラベルキャンペーンを利用する場合、まあ、どこがねおすすめなのかっていう話をねしていきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとねその前にですね、こちらもニュースになっておりまして、こちらの動画ね先ほども言いました通り10月の12日のね夜に撮影させていただいているわけなんですけども、この GoTo トラベルキャンペーンの予算っていうものが、まあ、今現在ですね一旦上限を達したということで、まあ、楽天トラベル一休とかね、まあ、そういうサイトで一回休止、まあ、終了しているわけなんですけども、こちらをですねまた再分配、まあ、する可能性をですね、まあ、検討しているっていうね報道が出ているわけなんですよね。ということですので、現時点で終了しているサイトもですね来月以降ね復活する可能性はですね十分にねあるっていう風になるわけなんですよね。もちろんねないかもしれないんですけども、この GoTo トラベルキャンペーンのね予算からするとまだね全体の 7% しかね利用されてないっていうね話もですねこちら報道に出ておりますので、個人的にはですねかなりあり得るのではないのかなっていうふうに思っております。まあ、というのもですね、この GoTo トラベルキャンペーンっていうのは、まあ、本来ですね来年の1月末までねやるキャンペーンなわけでですね、こちらも報道で出てたわけなんですけども、延長するかもしれないっていうね報道を、まあ、ついこの間ね聞いたばっかりなんですよね。今ってまだ10月のまあ12日ということで、ちょっとね終了するに早すぎるのではないのかなというふうに思っているわけなんですよね。まあ、ということでちょっとね話はずれたわけなんですけども、今後 GoTo トラベルキャンペーンをね利用する場合、まあ、どこがね、おすすめなのかっていう話をねしていきたいというふうに思うんですけども、まあ、この話はですね現時点で利用したい方向けっていった形になりますんで、まあ、先ほども言いました通りね今現在休止しているサイトが復活する可能性っていうのはね、まあ、ゼロではありませんので、今現時点でね利用されたい方向けっていった形になります。ちょっとですね私調べでこんな感じでですね、調べさせていただいたんですけども、ステイナビ、じゃらん、楽天トラベル、アコダ、ヤフートラベルっていった感じでちょっとね大手のサイトをですね検索させていただいたわけなんですけども、まあ、今現時点ですねこんな感じになってるわけなんですよね。まあ、こちらね見ていただければ分かる通りですね、今現時点で利用しようと思えば利用できるところってまだたくさんあるんですよね。ですので一応ですねこちら私が調べた情報であってですね、今後変更する可能性は十分ありますんで、もしね利用する方はですね利用される前にですねちゃんと GoTo トラベルキャンペーンのね割引ちゃんと受けれるサイトなのかどうかっていうね確認だけは確実にチェックしてからね利用するようにしてください。ということで今ねこんな感じで利用することができますんで、まあ、外資系のですねアゴダやエクスペディア、もしくはですね大手である JTB、HIS、ルルブトラベルとかですね、航空会社の ANA ダイナミックパッケージであったりとか JAL パックですね、まあ、こういうところがですねまだ生き残ってるところはね
ありますので、今現時点ですぐにね利用されたいっていう方はですね、こちらをね狙って予約するっていうのもね手なのかなっていうふうに思っております。ホテル価格についてはですね、やはりサイトによってね違うっていった形になりますんで、こちらはですね生き残ってるところで検索ねしてみていただけたらなっていうふうに思います。まあちょっとね手間ではありますけども、まあ、GoTo トラベルキャンペーンね、せっかく割引ね受けられて宿泊できるのであればですね、こちらの宿泊もですね是非ねしてから利用してみていただきたいなというふうに思っております。またですね、先ほども言いました通り、この GoTo トラベルキャンペーンのね予算に関しては、まあ、細分配がね検討されているっていうね報道が出ているっていうことで、一つの手としてはですね、ここはあえてですね今駆け込まずにですね、もしかしたらあるかもしれない一休やじゃらん、ヤフートラベル、楽天トラベルなどの復活を待つっていうのもね一つの手だなっていうふうに個人的には思っております。というのもですね、ここら辺のサイトはですねクーポンがねやっぱりすごかったっていうこともありますので、本当にね実質いくらですかみたいな、もしくは実質黒字ですかみたいなね、まあ、こんな感じのプランも結構あったわけなんですよね。まあ、そういうのもですね一つの手かなっていうふうに思っております。またですね、今現時点でまあこのヤフートラベルとか楽天トラベルとかね一休とかもそうなんですけども、かなりね困ってる状況に至ってるっていうふうに個人的には思っております。というのも GoTo トラベルキャンペーンが一律で休止もしくは終了していればですね、まあどの予約サイトも利用できないから、まあ、しょうがないかなみたいな感じで落ち着くというふうに思うんですけども、まあ、先ほどもねあの表を見せました通り、まだね GoTo トラベルキャンペーンが利用できる予約サイトっていうのはたくさんあるわけなんですよね。ということなんで、この一休やじゃらんとかね楽天トラベルとかヤフートラベルに関してはですね、今どうやって顧客を逃がさないかね絶対考えてるっていうふうにね思うわけなんですよね。ですので GoTo トラベルキャンペーンは利用できないけども独自のクーポンみたいなのをですね会社独自で発見してくるっていう可能性も十分ねあるっていうふうに個人的には思ってるわけなんですよね。こちらもですね夕方のニュースとかですね見たわけなんですけども、確かスカイチケットっていう会社だったと思うんですけども、こちらの会社に関してももうそろそろですね予算がいっぱいになりそうだっていう話をしておりまして、まあ、これをですねどうするかっていう話を今検討しているっていうことで、やはりね一回逃がしたお客さんを戻すってすごい大変みたいなんですよね。ですのでそのお客さんたちを逃がさないために、国からの補助は下りないけども会社独自ですねクーポンみたいなのを発見して利用できるような形を作るかもしれないみたいなね、そんな話もされておりましたので、クーポンがねすごいじゃらんとかね、そういうところはですね次15日とかにねまたクーポン配布あるんですけども、まあ、そういうところにね合わせて会社独自のですねクーポンを発見してくるっていうね、この可能性もですねゼロではありませんので、本当に個人的な意見ではあるんですけどもゼロではないかなっていうふうに思っておりますんで、こちらもですね頭の片隅にですね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は GoTo トラベルキャンペーンに関してね話させていただいたわけなんですけども、まあ、まだね10月というふうになりますんで、個人的にはですねもう一回再分配ねあるというふうに個人的には思っております。もちろんねないかもしれないんですけども、ちょっとね早すぎるんじゃないかなっていうふうにね思いますので、まあ希望としてもですねもう一回ね再分配ねしていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。